はい、イエさん回答してきました。何年か。なんでこれは。これイナゴっす。冷凍イナゴ。はい。マルベリーシーユ。マルベリーシーユ。これカルシウム入ってるやつ。はい。カルシウム剤でビタミン D3 も入ってる。はい。クマの葉も入ってるね。そういう爬虫類とかも。結構これたっぷりかけた。ひねきがこだけど、お前食うか。食べてます。じゃあいきなりちぎるやつに与えるっていうね。お前じゃねえ。いや、大きいか。食った。食べました。こっちは、ちょっとうんち映ってすいません。うんち映ってすみません。こっちがハイイエローを押すね、イナゴだぞ。来た。いや、あ、どうしよった。こっち来い。よし、食べてます。うんち映ったすみません。これがマックスのメス、イナゴだぞ。美味しいんだろうね、あのハニーワーム、はい、食うか。ちょっとまだちょっと落ち着いてないから食わんか。ほらハニーワームだぞ。ほい、ちょっとまだ落ち着いてないから食わねえか。ちょっとやっぱもうちょっとしてからにしよう。これすげえウジ虫思い出すわ。外にある冷凍庫の外に、うんうん、イカを解凍しておく気を忘れたら、うん、ウジが湧いてました。いやね、これ、はい、子猫ちゃんって呼ばれてる、ね、子猫ちゃんたちと呼ばれてる。儚い生物なの、ね、デュビア。これがね、栄養素はコオロギと一緒なんだけど、ほとんど、はい、コオロギはね、すぐ死んじゃうんだけど、これ死なないからね、すげえ長持ちできるんだよ。勝手に増えるし。食うか、イナゴだぞ。イナゴなら食うやろ。いらんつってんだよ、今日食わねえ日か。あ、食った。これが、青じたトカゲ。大青じたトカゲ。はい。バナナ食うやつっすね。バナナ食うトカゲですね。バトルトライアルに出てるやつっす。そうだ。太あごひげトカゲ。イベントに腐るほどいたよね。イナゴだぞ。こいつはね、本当に何でもよく食うからね。もう一匹ぐらい食うか。ちょっとデカめだけど、ほら。すげえ。サバンナ王子とは大切。ごめんな、怒っちゃってるけど、ほら。これ鳴き声？うん。ぶち切れてるな。いや、切れてる。ちょっと今切れてるんで。ほら。ちょっと今切れてるんで。性格が表現した。イナゴっすけど、食います？楽しみとった。これ、市販品？嘘。これなら作れそうじゃん。これが緑商会の出してるグッドロックっていうやつ。ちょっとモニターにはね、小さいけど、まあ、今のサイズだったら全然。その下にあるのが例のあれですね。これには触れないでください。それの下にあるのは例の物ですね。これには触れないでおいてください。ピンキ君バット好きやろ。ピンキ。一瞬で終わった。ちなみにこのイグアナちゃん、ユキノンにユキノンっていう名前を付けられました。雑すぎる。
秒で考えたな。水が。あとレオパフードを入れておこう。まだベビーなんでちょっと動物性の良さも結構来るんで。ほれ、イグアナちゃん。いやね、ユキ飲んだ。ほらユキのご飯だよ。ユキの。ユキの完全に死活してますね。カメノンの餌も買ったんで。カメノンの餌。カメノンの餌。陸上フード。これを水でふやかして、カメは特にカルシウム大事なんで、甲羅作るのに、ね、うん、カルシウムたっぷりで見てねえけど、これが縁取り陸ガメ。ほら、ふえ完全に寝てたね、ユキノンが。ユキノン、ユキノン、ユキノン耐えてます。ユキのようやく餌に気づいた。ユキの魔界の食ったね。ネズミだ。ネズミいすぎでも。ネズミと違う。あ、ユキの結構食ってくれるわ。高いやつも。食ってるふりしてるだけがこいつ食ってねえな。さすがはゆきの餌皿汚くてすみません。